はい、皆さんどうもこんにちは、タイホータです。今日もですね、アークの方やっていきたいと思います。皆さん、この左脇にこのうにょうにょうねっているこれ植物なんですけど、わかりますでしょうか？ちょっとね、なんかちょっと気持ち悪いんですけど、ちょっと気持ち悪いですよね。まあ、植物なのに生きている。で、なおかつですね、この子、まあこの子というかね、この植物はね、敵が来ると、なんかね、攻撃してくれるんですよね。まだ自分攻撃した瞬間を見てないんですけど、とりあえずね、一匹だけね、試しに、育ててます。で、一応種はね、いっぱい確保できてるんで、まあ、もうちょっとね、この棚を増やして、で、もうちょっと高さを、まあ、上げたりとか、あっちのね、ティラノがいるあたりにも、ちょっとね、つけようかなーなんて思ってます。なんか最近、やっぱアルファ系のね、ティラノは最近見なくなったんですけど、ラプトルとカルノは結構いるんで、こいつがね、どのぐらい強いのかちょっと見たいと思います。で、今日はね、まあ、何をしようかっていうところなんですけど、前回の動画から、仲間がね、まあ、ちょっと増えたんで、まあ、そちらの方の紹介と、あと、この今いる拠点とは別に、新しく、雪山の方に、雪山の方にというか雪山の中ではないんですけど、雪山の本当に近くに、拠点の方、作ってみました。ので、そちらのご紹介をしたいと思います。本当はね、ケツァルコアトルスっていう、超巨大なね、鳥を本当は探しに行きたいんですけど、このね、アークの島をですね、まあ、2、3周回って発見できなかったんですよね。ので、ちょっとね、元気の方がなくなってます。まあ、そりゃね、2、3周も回るとね、リアルタイムでも結構かかりますんで、本当に、どこにいるんでしょうって感じなんですよ。本当にどこにいるんだろうと。結構上空にいるっていう話で、一応拠点の周辺、まあ、できれば拠点の周辺で、まあ、テイムしたいんですけど、まあ、本当に島全体飛び回ったんですけど、なんかいなかったんですよね。まあ、見つけ方が悪いのか、本当にね。ただ、ウィキとか見ると、本当出現率が、まあ、出現確率。野生のケツァルコアトルスは、まあ、出現率が低いですよと、まあ、書かれてたんで、まあ、どのぐらい低いのかなとは思うんですけど、まあね、いつかはね、この仲間に入れたいとは思ってるんですけど、で、新しい仲間、まあ、この植物も、まあ、新しい仲間といえば仲間なんですけど、ついにね、水槽の方に、まあ、水槽というかね、水場の方に、水の生き物たちが増えたんで、ちょっとご紹介したいと思います。視点の方変えて、よっと。あとね、拠点の方、ちょっと増築しまして、これ、見て。ちょっとね、上の方に、ちょっと4階ほど、まあ、増築して、まあ、物置小屋とかね、居住スペースも、確保できるようになってます。まあ、もうちょっとね、まあ、高くしてもいいかなとは思うんですけど、今のところ4階あれば十分かなと。まあ、若干ね、この、頭が出てきてますけど、プテラのプースケ君と、あと、まあね、鳥さんですね。鳥さん。
で、何気にうちの拠点の中で、これ前も言ったかもしれないですけど、一番高レベル帯なのは、この、なんだろう、この隅っこにいるこの子ですね。この子じゃない、この奥の子ですね。ディモルフォドンの、ミニレックスくんですね。で、何気にね、レベルが151と。うん。結構高いです。で、一応この奥の子は、ちょっと自分のお気に入りの、まあ、赤足のゼフと、まあね、どこかで聞いたような名前ですけど、ほなね、足が赤いからね、まあ、ちょうどいいかなと思ってつけました。よっと。で、こっちに追加されたんじゃないな。仲間にしたのが、このサメくんたちですね。まあ、レベルはね、ちょっと低いんですけど。こんな、メガロド、まだ名前は付けてないんですけど、1、2、3、4匹います。うん。で、一番最初にテイムしたのが、この真ん中のドンちゃんですね。ドンちゃん。あと、まあ、ピンクなんで、ピンドンですね。で、あとの2体はまだちょっとね、名前の方決めてないので、こちらもね、今後決めたいと思います。うん。そうですね。まあ、こんな感じで、まあ、拠点、こんな感じに、まあ、増築と、あと仲間増えましたと。うん。このピンクのサメ、結構可愛いと思いませんか？うん。自分結構可愛いなと思って。うん。まあ、何気にこのサドルついたやつよりも、なんか、強いとか、まあレベルが高いんですよね。うん、ドンちゃん。サメもね、ほんとはレベル100ぐらいのやつをテームしたかったんですけど、たまたまなんか行った時に、この子たちがなんか群れで押し寄せてきたので、群れで押し寄せてきた。うん、最初の一匹は、ほんと一匹しかいなかったんですけど、ピンドンくんと、まあ、ピンドンくんじゃなかったな。ピンドンと、あとメガロドン、この2体は、3体はね、まあ、一緒に来たんで、まあ、3匹いっぺんにテームしました。うん。で、そうですね。まあ、一応これで仲間の紹介は、まあ、終わりで、これから、新しくね、まあ、実はね、まあ、まだ、まあ、全部は言わないですけど、実は分けあり物件、実はね、完成には、まあ、完成というか、住めるには住めるんですけど、自分の理想としてたね、形にならなかったんですよね。ちょっと残念なことに。まあ、それがどういう意味なのかっていうのは、ちょっとついてから、うん、ご紹介したいと思います。で、とりあえずね、何気に遠いんですよね。うん、何気に遠いんでね。食料。食料を。ちょっとね。アルゲンタビス君の、この赤足のゼフをね、持たせて。まあ、このぐらいあれば足りるかな。いや、全部持ってこう。全部持っていきましょう。誰か乗ってる？ちょっと怖いからいいや。でですね、自分の拠点の方がね、こちらの岩場の上の方からね、岩の上にある、これがですね、今回頑張って作った拠点になります。これですよ。まあね、自宅と比べると、まあ、木造ですし、ちょっとね、強度的にはね、ちょっと、ちょっと、
木造ですし、まあちょっと強度はないんですけど、なかなかいいと思いませんか。で、本当はこの階段を作るのがすごい苦労したんですけど、実は本当はね、これを下までね、よっと、下までこう恐竜でもね、っていうかビーコン邪魔だな。あー、なんかもう太陽系見たくなってる。あーもうちょっと引きで見ますか。これ引きで、よっ、これね、これ作るの結構ね、大変だったんですよ、実は。木造なんですけど。あー、光ってる。眩しいぞ。これ。あの、ピラーとね。あと、これはセリングっていうか、まあ、屋根ですね。あとは、この、斜めの、なんだっけ。うん、ちょっと忘れちゃった。をね、ひたすらつなげて、作ってたんですけど、残念なことね、あの下までもう少しというところでやっぱね、あの事件が起きまして、あのまあ近くになんかあるなとは思ってたんですけど、あの他の人のね柱が一個あったんですよ。で、他の人の、まあ、建てたものがあると、その一定範囲内には作れないんですよね。で、もう少し、ほんともう少しだったんですよ。地上までもう少しのところで、作れなくなっちゃいまして、あの、本当は、この階段を下まで下げて、あの、サーベルタイガーとか、カルドンとかもうこの上まで持ってくるっていうかね、上まで来れるようにしたかったんですよ。なので門も大きいのつけたんですけど、ちょっとそこがねちょっと残念でしたね。危ない。本当は下までね、じゃあこれ邪魔だな、これ邪魔だな。しかもこれ初期のやつじゃないかな。これ何入ってんだろう。ああ、いいや。もらっとこう。なんかいろいろ入ってたし、ついでにもらっちゃおう。ね。これね、この柱をね、地上につけたかったんですけど、これね さすがにこの高さからはジャンプしたらね死んじゃうしね。なのでもしかしてねこの柱がね、あのなんでしょう、なくなることがあれば完璧にね増築したいと思います。なので今のところここに来る手段は飛行ユニット、飛行の恐竜ですね。アルゲンタビスとか、プテラノドンで、まあ、ここまで上がってきて、あれ。ちょっとね、ここら辺狭く作りすぎたんだよね。なので、ちょっとうまくね、これ着地するのが難しいんですけど。よし、あれ。やっぱもうちょっと広くするか。今だ。来たか。くそー。こんなはずじゃなかったのに。しょうがない。一旦上に登ろう。せっかくなんでね、やっぱ正面から。よっ。
で、方向転換ができないよ。くそ、うまく操作できない。やばい。やばい、今、北だろう。よし。で、ここが玄関ですね。いや、これちゃんと開けろよ。降りんなよ。オープンザドア。はい。あのね、ここはまだ狭いですけど。てか、閑散としてますけど。はい。天気最悪ですね。天気最悪だな。つか、霧が。うん。で、本当はね、ここら辺に、まあ、窓を作って、こっちからね、もう雪山が一望できるので、うん、いいなぁと思って。どうしようかな。ここにも預けとこうかな。あ、キャンプファイヤーは、あ、いいね。川のベッドはあんまりいらないけど、あ、間違った。生肉は預けといて、キャンプファイヤーはもう立てちゃっていいんじゃないかな。どうしよっかな。どうしよっかな。キャンプファイヤーはちょっとね、寝床の近くに燃えちゃうかもだけど、こんなもんで。よし。まだね、全然できてないんですけど。あ、ちょっと晴れてきた。どうでしょう。いいね。よっと。ちょっとね、引きで見てみましょうかね。こんな感じの場所ですね。結構ね、この柱立てるのも大変だったんですよね。何気に木がね、あのね、本当に森林伐採しまくりましたね。この周りにある木という木を刈りまくり、柱を立ての、屋根作りの家建てので。で、後ろにはね、すぐ雪山があるので、あの、狼とか、マンモスとか。トナカイとかね。だったら、すぐに連れてこれるかなっていうのもあって、ここに建てました。あと、この岩がね、なんかちょっといいなと思って、ちょっと岩の上に作るとかっていうのも。なんか楽しいなと思って、ここを選びました。なのでね、一応雪山のほんと近くに、まあ、拠点の方で来たので、まあ最悪ね、雪山で倒れても、すぐ近くで、まあリスポーンというか、もう蘇ることができるなと、まあいったところで。そうですね。以前は雪山実装される前は、ここら一帯ね、まあ海と、まあ浜辺がずーっと続いてたんですけど、雪山が実装されてから本当に寒暖の差が激しい地域になってますね。で、ここの近所の多分外国の方にはなると思うんですけど、まあ、自分英語は得意じゃないんですけど、なんとなく、まあ意味というかね、まあざっくり、まあ自分なりに翻訳した結果だと、何かね、まあわからないこととか、
まあ頼りたいことがあれば、何でも言ってくれみたいなね、感じで言ってもらえて、いや、すんごい優しい方だなと思って感動しております。ここの拠点もまあいいところですねと褒めてもらいまして、いや、ありがとう、サンキューと、サンキューサンキューと言ってね、まあサンキューしか言ってないんですけど、イエスとサンキューでね、ちょっと会話になってないんですけど、返事ですね。して、本当にいい方だなと思いました。そうですね、この拠点にも何かね、恐竜テームして、ちょっと中に、まあ番人としてね、この拠点の、ここの拠点、まあ割と、まあ平和な方だと思うんですけど、まあいてもサーベルタイガー、まあラプトル、まあ主な肉食は最近だとそんなもんだったんですけど、なんかさっき見たらこのワニがね、ワニがいるんですよね。以前はいなかったはずなんですけど、どうなんでしょうって感じですね。なので割と平和だったので、まあここにあんまレックスとか、あ、でも昨日はいたか、まあ割と平和な時期にはなってます。で、肉を集めるにもあそこの見えるね、まあちっちゃい今ワニが泳いでる池みたいなところ、あそこにね、尋常じゃないぐらい魚が湧くんですよ。多分画面ではね、ちょっと見えないかなとは思うんですけど、ちっちゃいね、ポツポツとしたものがね、まあ、点がいっぱいあると思うんですけど、あれ全部魚なんですよね。なので、あ、結構肉もね、恐竜絡まなくても、魚を狩るだけでも結構いけちゃったりとかして、結構住み心地はいいんじゃないでしょうかね。ただ逆に肉食系が少ないっていうのもあるので、まあティラノとかスピノとか。なので、そういう大型の恐竜とかテームされる方だと、ちょっと物足りない感じはあるのかな。まあただ、雪山に行けばスピノもいると思いますので、自分は結構気に入ってますね、ここ。まああとは拠点がね、この橋がね、橋というか階段が下まで行きつければ本当に完璧だったんですけどね。結構ね、これ作るのも結構時間かかりましたね。ざっくり10時間ぐらいかな。何が大変って、まあ木を集めるのですね。まあ何本使ったんだろう。ほんと何本使ったんだろうね。このね、ゲートだけでも、ゲートと扉だけでも、まあ300本ぐらいは使ったかな、確か。で、この壁とかでも、多分1個で40とか50、で、この屋根も、多分1個5、60本分ぐらいは使ってるので、これ1000本ぐらい使ってんのか？いや、それ以上使ってるかもしんないね。だってこの柱も、まあ1個40だとして、100本まではなってないけど、いや、1000本じゃ切りないか。いや、もっと使ってるな。全然エコじゃないんですけどね。そうです。ま、こんなところでね。まあ、第二拠点というか、まあ、二個目の拠点のご紹介となりました。さて、帰りましょうかね。よっと。この扉を閉めるのもね、ちょっと危ないんですけど、ここは。
これ閉められるよな。いや、ダメ。いや、マジか。危ない、危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。こんなとこで落ちたらシャレになんない。やっぱね、これ足場もっと広くしないとダメだな。これ落ちちゃうわ。うん。すぐ裏山がね、雪山となってます。いい眺めだね。ちょっと池でも見てみますか。魚いっぱいいるよーってとこ。多分あれ、人様のクロコじゃないのかな？違うかな？まあ、クロコ、クロコ？クロコじゃないな。サルコか。ほら、いっぱい魚。あ、ちょっと水だけもらおうかな。あれ、襲ってくるかな。いや、野生かな。なんか野生っぽいかな。ちょっと水だけね。ちょっとごめんなさーい。水だけごめんなさーい。ほら。いっぱいいるでしょう、魚。赤から、緑から、白から。これだいたい1匹から肉4つぐらい取れるんで、まあ多分最初始められた方だと、まあ、魚から肉取ったりするのが、まあ楽だと思うんですけど。で、このサルコくんたちは、すごい勢いで魚食べてますね。野生のサルコっぽいですね。まあ自分のこのアルゲンタビスだとまだね、ちょっとメレーダメージが足りないんで、多分サルコくんは倒せないんじゃないかな。ハロー。痛い。は？レベル 12？ レベル12とかなめんじゃねえぞ。これ。いや、負けるかな？これ強いかな？いや、うちのアドゲンだってね、あの、波の鍛え方ではしてないからね。ほら！はぁ、倒せましたね。まあ、レベル12だったんで、よし！もう、あれ、赤のビーコンじゃん。やっぱ超欲しい。赤のビーコンって、レックスサドルとか、あっち系だよね、確か。ちょっと待って。はい、ただいま。みんなただいま。よいしょと。一応ね、ここは鳥さんたちの、お住まいですね。いやー、なんか逃げてったりされたらね。まあ以前逃げてっちゃったことがあるので、まあ一応ね、まあパッシブにはしてあるんですけど、念にはね、もうね。ただ、パッシブにしといて、この中に入れといたはずなのに、なんかある日、飛び出てきたことがあったんですね。なんでだろう。まあこの頭出てるのはね、まあいいんですけど、まさか、なんだろう、壁を透ける能力でもあんのかな。あ、ちょっと待って。あ、いいや。で、お肉は、ちょっともったいないんで、すぐにこの燻製器みたいな中にね、入れといて、で、さっきほどもらってきたのが C4 リモートデトネーター。ほうほう。まあ、C4 持ってないけどね。まあ、C4 爆弾ですね。のリモコンですね、これ。
リモコンと、ブループリントグレネード。グレネードですね。うん。まあ、これはレシピみたいな感じになりますね。素材がすごいな、結構。まあ、自分まだ銃とか、まあ、ビーコンからもらったやつはあるんですけど、まだ電気系の方に手を出してないんですよね。まあ、いずれは、ね、ライトアップとかしたいんですけどね。まあ、これ入れときましょうね。これいらないかな。代わりにこっちを入れよう。で、だいぶ、まあ、このタンスみたいなのね、まあ、増えたんですけど、やっぱね、それでも足りなくなっちゃってね。まあ、これは2階にもね、増やしたりとかしてます。これは、ここにしまっとこうかな。よし。あれ。よっと。こいつのな、働き見たかったな、ちょっと。ちょっともうちょっと増やしてみようかな。種はね、20個ぐらい取ってきたんですよ。うん。この、なんだっけ。プラントスペーシーズ X っていうのかな。まあ、読み方間違ってたらすいません。これの種をね、20個ぐらいね、取ってきたんですよ。で、これの種なんですけど、そうだな。まあ、多分 100% ではないんですけど、山頂に赤い花みたいなのが咲いてるんですけど、多分それから低確率で多分取れるのかな。あとは確実に手に入れるなら、湿地ですね。湿地に、このね、プラントスペーシーズ X の、なんて言うんでしょう。苗木っていうのか、なんか赤ちゃんみたいなね、状態のやつがそのままあるんですね。で、そいつから、なんでしょう。手でね、ガサゴソと、まあ、集めると、こいつの種がね、いっぱいもらえるんですよね。まあ、多分、なんだろう、ステゴとかマンモスで、多分それ、なんだろう、掘っても、まあ、いっぱい取れるのかもしれないですよね。なので、この拠点、なんか、話聞いた限りだと、アルファ系もね、まあ、撃退できると、いう話なので、この近くアルゲンタビスが結構多いのもありまして、まあ、上空の敵も撃退できるのかな。あと一応生きてるというので、このプットトゥースリープっていうのは、眠らせる。これ多分今、うにょ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 うねってるんですけど、これ多分ね、プットスリープってやると、止まる。眠りましたね。で、ウェイクアップ。お目覚めですね。で、この子は植物なので、常にね、このお水がね、ご飯ですね。まあ、ご飯じゃないか。まあ、水をあげつつ、あと、こいつのお腹の中に、まあ、お腹の中じゃないな。この肥料をね、肥料をあげとかないとね、枯れちゃうと思うんで。まあ、肥料というご飯あげつつ、水もあげつつね。頑張ってうねってますね。で、自分何回もこれ見てるんですけど、どうも上の部分が、なんか手にしか見えないんですよね。なんかこっちおいでー、みたいなね。こっちおいでー、みたいな。
こっちにおいでみたいな感じの手に見えて、ちょっと怖いなーって感じもするんですけどね。うん、まあこれね、実際あったら怖いですよ。まず人の身長というかね、人よりでかいですからこれ。まず、うん、なんか種マシンガンみたいなね出すんだ。で、自分ちょっと名前の方忘れちゃったんですけど、あの FF10 になんか種マシンガンをっていうやつ、確か種マシンガンだったかな、種砲だっけかな、なんかそんなような技使う、なんかこれとなんか似た植物があったんですよね。あったというか敵でいたんですよね。なんだったろう。うん、まあいっか。うん、よっしゃ。ちょっとね、じゃあ今日はね、そんなところでね、おっと、引きすぎるな、これだ。こんなところで一応拠点のご紹介と、まあね、新しい仲間のご紹介となりました。あ、あぶあぶあぶ。ほら、大きいでしょう。ね、今日はこの辺で終わりたいと思います。まだチャンネル登録、されてない方は、右下の私のアイコンの方、クリックしていただけますと、チャンネル登録の方、できますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。それでは、またねー。